地域未来留学。今住んでいる地域から離れ、遠くにある学校に入学して、そこで学校生活を送ること。最近は年間で350人以上の生徒が地域未来留学をしています。特徴ある全国の様々な学校が君の留学を待っています。まずはこの映像を通じてオンラインで学校訪問してみよう。地域未来留学。この選択肢が君を新たな未来に連れていくかもしれない。スクールオブロック地域未来留学プロジェクトオンライン学校訪問鳥取編ということで、はい、1年ぶりのオンライン学校訪問ということで、いやすっかりね画面の色が真逆になりましたね。僕が黒になって、あそうっすね、校長が金髪になって、金髪というかちょっともう限りなく白に近い金髪になってしまったけども、そうですね、なんか1年も経つとこの変化がなんかいいですね。これだからね、俺たちですらこういう風に変わってしまったから、ちょっと、はい、生徒たちもめちゃめちゃ変わったんじゃないですか、1年間で。1年もあればね、だいぶ大人になったんじゃないでしょうか、ね、ちょっとワクワクしますわ、ね、これはね、こういうのがいいですね、やっぱ2回目ともなるとね、うん、早速いきましょうか、オンライン学校訪問やっていきましょう、坂田校長いきましょう。それではワクワクレッツゴー。いや懐かしい。今回お邪魔させてもらうのは鳥取県立日野高等学校。この学校の大きな特徴は全体の 80% 近い科目を自由に選べる選択科目制とユニークな部活動、郷土芸能部、射撃部。射撃部の OB には東京オリンピックの代表に選ばれた中口春香さんも。そして日野高等学校といえば、君のハートにロックオン。そう、これ底抜けに明るい生徒会のメンバーと生徒と同じテンションで話せる明るい教頭先生。あれから1年、みんな元気にしてるのかな。でもちょっと今年も、はい、もしかしてあれが見れるってことなんすかね。もう1年も経ちましたか。さすがにもう、もうやんないでしょ。大人になってね、ちょっともう、ね、なんかちょっともう照れ、もう無理です無理です、ね、みたいなことなのかもしれないし、ちょっとさすがに無理か。君のハートにロックオン。はい、ありがとうございます。いやー久しぶりの1年ぶりのロックオン。あーそう、もう頭抱えちゃってるもんね。ちょっとやっぱり照れてるよね、1年ぶり。恥ずかしいですよ。今回も2人が学校を紹介してくれるんだよね。はい、うん、ありがとう。1年経ってね、何か2人変わったことありました？去年の動画の影響で、うん、生徒会のメンバーが増えたことです。あーそう、生徒会のメンバー増えた。増えた、何人ぐらい増えたの生徒会？何増えましたか？いや、ちょっと待って去年一緒にいた教頭先生は？ね、あの明るい教頭先生がいたから。教頭いなくなっちゃって。あそう、まあ1年もあればね。教頭先生どうなっちゃった2人、教頭先生どうなっちゃったのって、なんか横見てるよね。になりました。え、その声は？あどうも教頭先生、お久しぶりです。お久しぶりです。俺ちょっと今なんか、なんておっしゃられてました？はい、今年からですね、日野高校の校長になりました。あーそうですか。うわ、めでたい。めでたいですね。ありがとうございます。でも本当に昨年はいろいろとお世話になりました。ありがとうございました。こちらこそです。ありがとうございます。本当にあの、生徒会のメンバーも増えましたけども、うん、県外からね、10名。お入学してくれたんですね。本当ですか？ありがとうございます。ですから全国の皆さんがスクールオブロックの YouTube の動画を見ていただいたおかげでございます。いやこちらありがとうございます。でも僕はねロックオンのおかげだと思うんですよね、2人のね素晴らしかったからね。なるみちゃんと愛理ちゃんは校長先生になってからなんかこう学校が変わったなとか、そういう変化って感じるかな？学校が元気になりました。なんか去年もオンラインでお邪魔させてもらった射撃部、大きなニュースあったということで、今年全国大会の方に。おお、すごい、素晴らしい、おめでとうございます。はい、高橋ななみちゃん、現在3年生の生徒です。ななみちゃん、まずは全国大会出場おめでとう。おめでとう、ありがとうございます。お、ちなみに写真があるみたいで、ななみちゃんの、おお、かっこいい、かっけえ、片手打ちで様になってるし、もう左手なんてポケット入れてるもんな。あ、はい、なんか左手は
自由でいいんですけど、うん、まあ、大体ポケットに入れたりとかしてます。あ、ね、そうなんだ。かっこいいかっこいい、めっちゃかっこいい。かっこいいわ、ななみちゃん。ちなみにこの射撃部の魅力も教えてもらってもいいかな。はい、集中力とか、うん、体力とかっていうのが身につきますし、その練習の時に自分を研究とか振り返って自己分析するっていう力が養われたりとか、うん、なんか自分磨き、自分の成長に欠かせないというか、うん、まあ関係があるかなって思います。うわー、素晴らしい。これは多分全国大会かませると思うけどね。うん、頑張ってほしいよ。うん、応援してるからね。さらに前回話をさせてもらったあの生徒たちも全国に出場が決定しています。ゆうきくん、久しぶり。久しぶりです。久しぶり、元気だった？はい、元気です。ゆうきくんも全国大会行くんだもんね。はい、おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。いや、すごいな、マジで。どう、全国大会に向けては気持ちは？やっぱり初めてなので緊張します。まあ緊張するな。目標は、ゆきくん、全国大会での？自分のペースで打ち続けたいなと思ってます。あ、いいね。そうだね、平常心ね、大事だからね。頑張ってね。うん、はい、射撃部の魅力、ゆきくんが思う魅力ってなんだろう？緻密な競技なので、うん、そこを追い求めてやっていけるのが楽しいですね。うわ、かっこいい。のゆうきくん、この学校に入ってよかったなって思うこと何？小規模な学校なので、うん、人とじっくり向き合うことができますし、先生との距離感も近いので、安心して授業が受けることができます。うん、そのゆうきくんの笑顔でちょっと俺たちも安心してるけどね。かわいい笑顔に。そして話題はこの学校の新たな取り組みについて。校長先生、あとですね、最近この学校であの e スポーツならぬあの w e スポーツという取り組みをしているというのも聞いたんですけども、あの本当の e スポーツだとあのね、ネットでつながってっていう形なんですけども、 w e スポーツの W、 これは福祉ウェルフェアっていう英語の頭文字を取って w e スポーツというふうに勝手に私が名付けてしまったんですけども。なるほど、素晴らしい。はい、太鼓のゲームと車のゲームを使ってですね、地域のお年寄りに、ゲームをやってもらうことでいろんな機能回復を狙ってですね、行きたいなと。合わせて生徒自らが、お年寄りゲーム、される企画をですね、してですね、お年寄りのために生徒自身が、楽しい空間を提供し、ゲームを楽しんでいただくと。やっぱり福祉関係の仕事に興味を持つということもあると思うんで。そうなんですよね。そして何より、はい、WE という、それで私たちという、こう、はい、みんなの輪がつながっているこの名付け、さすがですよ校長先生。ありがとうございます。というわけで実際に w e スポーツの体験をした生徒に話を聞いてみました。校長先生に w e スポーツのことで聞いたんだけど、風花ちゃんは台本と MC を担当してるってことだけど、これはどういうことなのかな。うん、なんか福祉の授業でその e スポーツをするにあたっての台本を考えたり、うん、あと MC はその施設に行ってその高齢者さんとゲームをするときに司会みたいな感じで場を回すというか、そんな感じでルール説明したりとか、はい、マイクを持ってやるんだ。それ大変じゃない？台本書いたりとか。あ、めっちゃ大変でした。なんか、ね、そういうの初めてだったので一から考えるのがすごく難しかったです、うん、ねえ。いや、そうだよね。だって司会というか MC ってそのまずめちゃくちゃ人前で立ってそう回すのも恥ずかしかったでしょ。あ、でもそれはなんかMC はいけるんかい。あー、でもそのね、兼任してね、葵ちゃんは記録と盛り上げを担当ってことだけど、これは何をするのかな。高齢者の方の太鼓のスコアとかを記録して、うん、そのスコアが上がったことによって上がったかな下がったかなみたいな記録したりとか、うんうん、あと高齢者の方が楽しんでもらえるように一緒に
なんか一緒に盛り上げてウェーイって言ってました。おじいちゃんおばあちゃんもやってくれんだやっぱイエーイって。結構一緒に笑って。ああ、なるほどね。素敵やね。あら、うわすごい本格的。こんなしっかり、これ車のゲームだよね。はい。お、ちゃんとハンドルのやつでうわ回してるな、ふうかちゃん。ねえ、回してるね。慣れたもんですわ、みたいな感じで。マイク持って。ゲームを一緒にやってね、盛り上げ用の絶対タンバリンだよね、これね。あ、そうですね。盛り上げタンバリン。これ、葵ちゃんがやってるわけね。回って。ああ、すごい。ああ、なるほどね。太鼓のゲームでね、どんどん一緒に叩いて。すごい、こんな大きい画面でみんなでやるんやね。あ、そうですね。うん、どう、Wii スポーツ体験してみて。私たちはゲームには結構馴染みがあるけど、高齢者さんはなかなかそういう世代じゃなかったので、うん、初めてなんだと思うんですけど、うん、その一緒に私たちと楽しくやってくれてすごい嬉しかったし、うん、記録もなんか伸びてて良かったなって思います。なるほどね。これでもちなみにさ、その対抗とかはね、まあなんだかんだその見たことあると思うけど、おじいちゃんまちもその曲がさいっぱいあるやん、太鼓の達人、うん、何の曲でやんの？隣のトトロの散歩とか。わー、ちょうどいいわ、ね、散歩な。あと、あのサザエさんの踊るポンポコリンとか。え、ちょっと待って、サザエさんの踊るポンポコリン、違う、ちびまる子ちゃんだよな。違う、ピーヒャラピーヒャラやってるから多分サザエさんは。学校の魅力をちょっと教えてもらってもいいかな。他の高校ではまだやってないその e スポーツとかやってることがすごく特徴というか魅力だなって思うし、なんかそれをもっと広げたらもっと魅力になっていくのかなって思います。葵ちゃんは部活かなと思います。その自分が郷土芸能部っていうちょっと特殊な部活に入っているので、その自分が頑張れるっていうか自分が輝ける場所があるので頑張れます。県外からも多くの生徒が入学する日野高校には寮も。そしてこの寮、なんとこの学校の寮の PR ポイント、アピールポイントですね、改めて聞かせてもらってもいいですか？はい、昨年は私がしましたけども、はい、教頭の方にバトンをタッチしたいと思いますので。おーおお教頭です。いや、ワイルド、ワイルドなかっこいい教頭先生、はじめまして。はじめまして、今村と申します。じゃあ今村教頭先生、じゃあちょっと寮のアピールポイントよろしくお願いいたします。昨年もあったんですけど、今年も来年も県外からの寮生は寮費が0円です。うわ、今年もありがとうございます。ありがとうございます。これがすごいんだよな。今年は何をアピールしようかなと思ったんですけど、一番寮の中で美味しい食事は何かなと思って生徒に聞きました。はい、おお。そうするとカレーがすっごく美味しいらしいです。カレー、うん、僕が泊まるときはいつもカレーじゃないんですけど。ついてねえな、今村教頭。あと今年もあの魅力というか、まあ、昨年もやってるんですけど、はい、勉強をご飯が食べた後に、うん、学び屋縁側という塾に、はい、高卒塾にあの皆さん勉強しに行って、うん、1時間程度あの自主勉強という形で、うん、寮に住んでる生徒にも話を聞きました。2人は実家はどこなのかな？僕は東京の大田区です。あ、東京。東京。私は岡山県の岡山市です。あ、岡山からなんだ。来てるんだ。え、今2人がいるとこは寮？寮です。食堂？それ食堂です。あ、いいね、食堂。食堂といえばなんだけど、2人はカレーのことはどう思ってる？いや、めっちゃ美味しいです。あ、よかった。ご飯がうん、ふわふわしてて、うん、そこにカレーという絶妙な調味料を入れるというのがすごい美味しいです。いや、彦摩呂さん並みの食レポしてくれるな。え、アキラちゃんもカレーはとても美味しいです。これもうみんな好きなんや。じゃあもう本当にな。どう、学び屋縁側参加してる？
参加してます。どう、やっぱいい、みんな静かにやってて自分もすごい集中できるので、うん、そこが多分一番いい利点かと。2人の寮のいいところっていうのも教えてもらってもいい？寮のご飯が美味しくて、そのしっかりとしたあの栄養が取れるんで。うん、そうか、そうだよな。まあでも大事だよね、生きていく上でね、やっぱね、毎日のことでさそんなね、毎日のご飯が美味しいだけでもめちゃめちゃテンション上がるよな。心くんは？僕は、うん、あの自分の中では風呂が一番いいなと思ってます。あ、風呂？そう。え、それ大きいってこと？浴槽とかも？いや、もう浴槽が大きいですね。そうか。心くん大体何人ぐらい入れる感じの広さな？いや、僕 6.5 ぐらい入れます。いやだいぶでかいな。そしたら、ね、家のお風呂ではありえんもんな、その大きさはな。話題は再び生徒会の2人へ。さっきね、あの去年の動画を見て生徒会に入ってきた生徒がいたって言ってたけど、今日はいるのかな、一緒の空間に。います。おお、紹介してもらってもいい？はい。お、こうきくん。ちなみにこうきくん、学校には県外から来てんの？はい、県外から来ました。なるほど、どこから来たの？奈良県です。あ、奈良から。ちなみにこうきくん、はい、カレーって本当に美味しい？美味しいです。おお、よかった。絶対うまいやん。じゃあもう誰でも食べれるような味付けですし、うん、逆に、うん、そこからいろいろと自分でもアレンジしたりしてたりするので。それもできるんや。うん、はい、うん、いや、いいね。じゃあこれはぜひどのタイミングかいいから、本当今村教頭先生にも食べさせてあげたいね。そうですね、ぜひ社官にそのカレーが出る日に来てもらいたい。そうだね。去年の、え、その動画を見て生徒会気になったってこと？そうですね、楽しい方々がいらっしゃる生徒会というか、学校なら生徒会も必然的に楽しいんだろうなと思って気になり始めてて、うん、入学して実際楽しそうだったので入りました。なるほど。どう、先輩たちは実際優しい？優しいですし、いろいろなことを教えてくださって、うん、楽しいです。うん、さっきのなるみちゃん、愛理ちゃん、2人の先輩は、うん、もうそうですね、もう盛り上げ役で、今あの、うん、10月に学校祭があるので、うん、それの準備をやってる状態です。あ、そう、もうやってるんだね、10月に向けてね、はい、これはじゃあ盛り上げ役もちょっと引き継がないといけないな、こうきくん。いや、そうですね、引き継ぎたいですね。改めてどう、この学校のいいところ、魅力とかってどこだと思う？生徒会、部活、いろいろなことをやってて思ったのが、うん、ちゃんと先輩後輩の一定の距離感はあっても、うんうん、他の学校では味わえないような距離感というか、うん、他のとこよりは近いと思います。なるほどね、うんうんうん、俺たちから見てもこの学校の雰囲気がもう伝わるからね。うん、ありがとうございます。うん、いやー、ちょっと日野高校ね、1年ぶりにまた行かせていただきましたけども、はいはい、うん、すごいね、みんなの笑顔が。そうですね、みんなの笑顔もやっぱ素晴らしいですし、うん、改めてなんかこう自主性みたいなところをすごく重んじてるっていうところがやっぱ見えて、なんか生徒一人一人がなんか自分がこういうのやりたいんだなっていうのをこう頭の中にあるものをこう具現化できる環境があるっていうのはちょっと改めて素晴らしいなと思いましたし、うん、まあ、射撃部だったり郷土芸能部だったりとか、まあね、あの音楽部も含めですけど、なんかいろいろ部活があって、しかも全国大会に行ったりとか、すごいね、まあそれはね、一人一人のやっぱ努力もあると思いますが、その学校のね雰囲気だったりとか、うん、そこにフィットしてるっていうことがなんか一番の要因なんじゃないかなって改めて感じましたね、うん、先生たちがね、はい、本当何より生徒との距離が近くて、うん、まあ授業だったりね、わからないこともマンツーマンで教えてくれる環境だったり、うんうんうん、
すごい生徒たちも笑顔だし先生たちも笑顔で、そうですね、ね、何よりね、あとやっぱこう Wii スポーツ、うん、やっぱこう地域の皆さんとこう一体になって、そのね、なんか学校は学校だけだからっていうことで収まってないというか、うん、やっぱ人とのこうコミュニケーションを取ることで気づくことだったりとか、うん、なんか発見っていっぱいあると思うので、なんかこの生徒のね、成長にもつながる、うん、なんか一個のきっかけになってるんじゃないかなと改めて思いました、うん、そしてなんか地域の方とね、うん、一緒にこういう風にコミュニケーション取って、すごくこの街がみんな好きになるんじゃねえかなっていうね、うん、そうですね、生徒たちも思うし、うん、何より気になったのは本当に寮のカレーですね確かに全員言ってたよ、うまいって。あのカレーは一体どんなものなのかっていうのも気になりますね、うん、寮の魅力は、で、正直学校ご飯が美味しいっていう、その毎日のご飯が美味しいっていうね、素晴らしい環境であるからね。そうですね、みんなの笑顔にこれがつながったのかなというふうに改めて思いました。じゃあ最後は恒例のあれで締めてもらってもいいですか。こうきくんもよかったら、あー、さすがさすがのダッシュ、あ、もう構えながら来てくれて、せーの、君のハートにロックオン他の高校ではまだやってないその e スポーツとかやってることが特徴というか魅力だなって思うし、小規模な学校なので人とじっくり向き合うことができますし、先生との距離感も近いので安心して授業が受けることができます。先輩後輩の一定の距離感はあっても他の学校では味わえないような距離感というか、自分が輝ける場所があるので頑張れます。学校が元気になりました。ご飯がふわふわしてて、そこにカレーという絶妙な調味料を入れるというのがすごい美味しいです。